オードナンス BLC15 ポンド砲は、旧式化したオードナンス BL15 ポンド砲の方針上側に中大機を追加し、発射速度を上げた近代化バージョン。当時最新であった QF18 ポンド砲の配備にはコストがかかるため、国防義勇部隊砲兵旅団に、比較的近代的な野砲を供給するために、開発された。第一次世界大戦を扱った文章では、この砲を、 15ポンド砲と呼ぶことが多いが、同じ砲弾を使用する、オードランス BL15 ポンド砲との混乱もある。旧式の15ポンド砲身上部に、QF13 ポンド砲と同様に中大器を装備する、砲画を取り付けるため、多くの改造が実施された。旧式砲では、砲身は砲耳を使って砲画に直接取り付けられていた。改造後、砲身は、 方がと連結するための方耳を持つ逆、夕方の単鉄製クレードルから吊り下げられた。方身からは、方のみ、小順具装着か、行革歯車取付ラグが取り外された。方身上部の T 型着火穴は塞がれ、方耳用の穴も、鉄製ネジで塞がれ、単ジェント式小順具装着穴も、ホワイトメタル合金で塞がれた。改造前には、 汚染の開閉に3段階の操作が必要であったが、これも単一操作で開閉できる段格式し汚染に変更され、また汚染には着火穴が設けられた。新しい着火メカニズムはプッシュ式 T 型フリクションチューブが使われた。チューブは汚染に後方から装着する。来管発火用プッシュバーが組み込まれた T 時のバーが装着時には上向きになる。 クレードルの左側には、汚染の後方まで達する、長いガードカバーが追加された。このガードに、バネ式の発砲ハンドルが取り付けられた。激鉄を引いた後に解放すると、バネによって激鉄は前方に移動し、汚染の発火レバーを叩き、前方の動きが下方への動きに変換され、T 型フリクションチューブのプッシュバーが押されて雷管が発火し、薬室のコルダイと創薬に点火された。 二門が行角を60度以上にすることにより、対空砲に改造された。これらの方は、ケープタウンのフォードウィニヤードに配備された。キャメル砲兵中隊の BLC-15 ポンド砲、1918年1月5日、BLC-15 ポンド砲は、1916年から QF-18 ポンド砲への更新が始まるまで、第一次世界大戦の前世に気において、 イギリス国防義勇部隊、キッチナー陸軍及びカナダ陸軍不評師団で使用された。王立カナダ野砲連隊第10砲兵中隊は4門の BLC-15 ポンド砲を装備していたが、1915年4月22日、第2次イーペルの戦い初日におけるサンジュリアン北方での戦闘において、ドイツ帝国陸軍のガス弾攻撃後の不評突撃に対して、 イギリス軍左翼を保持するという特筆すべき活躍をした。予定した役割から開けた土地での部隊に対する攻撃マイナスに対して訓練された部隊が運用する場合には旧式になったとはいえ BLC15 ポンド法は十分効果的であった。しかし軽量砲弾しか使用できなかったために敵風評が開けた土地を避けた場合にはその使用には限界があった。 1916年後半以降は余剰となったが、通常の野砲としては新型砲が使用され、BLC-15 ポンド砲は西部戦線において対戦車砲として固定使用された。王立中東砲兵部隊第一キャメル中隊は6門の BLC-15 ポンド砲を装備し、英イン軍と共に1915年から1918年の南アラビア作戦における、 アデン防衛戦に参加し、トルコ軍の進撃に対して重要校であるアデンを防衛した。1915年7月の戦いは、最初イギリスの敗北に終わったが、その後アデンへの水の供給拠点である、シェイク・アスマンを再占領した。カーチス軍曹は、この戦闘で自身の方を防御したことにより、主君章を受章した。1918年にイギリスが、 初無を占領した際にも、キャメル砲兵中隊は参加した。BLC-15 ポンド砲は南アフリカ、連合防衛部隊の標準野砲としても使用され、ケープ野砲連隊と共に、カカマスの戦い及び南西アフリカ作戦のウピントンの戦いに参加した。南アフリカのグラーフライネに、野外展示されている、2問の BLC-15 ポンド砲、クラーク2004、 ページ37、536問は、予備役部隊に供給された数。クラークは、第一次世界大戦中に50問がイタリアに提供されたとしているが、おそらくは18ポンド法に置き換えられた後に、予備役部隊のものが提供されたものと思われる。A.B. ホグサーストン1 9 0ありがとうございます。